ザック・バランは、奈良テレビ放送で1993年4月23日から2006年3月24日まで、毎週金曜日の21時21時55分に、生放送されていた、情報、バラエティ番組である。略称は、ザック。奈良県内のグルメやファッション、プレイスポット、スポーツなど、タイムリーな情報や話題をジャンルを問わず、 毎週55分完成放送で紹介していた。1993年4月23日、放送開始。開始当初は金曜日の19時台に放送されていた。開始当初の出演者は伊勢吉明柴田幸子、最終回まで出演し続けた極道並みだった。さらに当初は学生リポーターを起用していた。 放送開始から3年目となる1995年から鳥居ムツ子が司会に加わり、その後最終回まで司会を務め続けた。2000年12月31日の23時35分から2001年1月1日の1時にかけてザック・バランカウントダウンスペシャルが放送された。2000年に放送された企画の問い合わせランキングの紹介や電話による視聴者プレゼント企画。 カシハラ神宮からの生中継などを放送した。2004年4月9日に放送回数500回目を迎え、ザックバラン500回記念2時間スペシャルが放送された。視聴者をペアでバスツアーに招待し、優勝商品のサイパン旅行をかけて、クイズを道中で行うザ・クイズ。バスツアーや過去の名場面集、番組のエンディングテーマを歌う米ネ美穂、谷口。 噴するスパイター人が直撃するなどの企画を放送時間を拡大して放送した。2005年4月1日から奈良テレビ放送が新社屋からの放送を開始し、同日の放送から本番組も新社屋の L1、スタジオからの生放送を開始した。翌週の同年4月8日にはザック・バラン新社屋放送開始記念スペシャルが放送された。 普段は行わないスタジオ観覧を行い、50名が参加した。新社屋の紹介やスタッフへのインタビュー、出演者による奈良県産の食材を使った料理対決などの企画を放送した。2005年12月から始まった地上デジタル放送の試験放送ではロケを含めほぼ全編ハイビジョンで放送されていたが、2006年4月のデジタル本。 放送開始を待たずに放送終了した。2006年3月24日に放送された最終回スペシャルでは放送時間を拡大し、レギュラー出演者4人によるバスツアーの模様などを放送した。13年間にわたって放送された長寿番組であり、奈良テレビを代表する番組の一つであった。その後、本番組をきっかけに気になる時間、絶品、絶品、 奈良フライデー Q などの地域情報番組が金曜夜9時台に放送されることになった。最終回時点のレギュラー出演者は以下の通り。いずれも最終回時点のテーマ曲。これまでのザック平成16年4月9日スタッフのコーナー奈良テレビ放送2017年2月9日閲覧。これまでのザック平成16年4月9日奈良テレビ放送。 2017年2月9日閲覧。これまでのザック平成17年4月8日。奈良テレビ放送。2017年2月9日閲覧。ありがとうございます。